それでは自己紹介をお願いします。はい、私はイリーナと申します。異世界から来ました。異世界ですか？はい、私はもともと魔法や剣術がある世界で女剣士として活動していました。しかしある日突然この世界に転生しました。転生ですか？はい、私も最初は戸惑いましたが、この世界にも慣れてきました。この世界の文化や技術に興味がありますし、何よりこの世界にはオークがいないので安心です。オークですか？はい、オークというのは私の元の世界に住む凶暴な獣人です。私はかつてオークに敗北し、奴隷として扱われた経験があります。奴隷ですか？はい、それはとても辛い思い出です。オークに暴力を受けたり、無理やり子供を産まされたりしました。子供を産まされた？はい、でも私は逃げ出すことができました。そしてこの世界に転生したのです。そうですか？はい、それでこの世界で新しい人生を始めようと思ったのですが、私には特別な能力や資格がありません。そこでこの会社に応募しました。この会社に応募しました？はい、この会社はどんな仕事をしているのですか？どんな仕事ですか？この会社は IT 関連のサービスを提供する会社ですが。 IT 関連ですか？それは何ですか？何ですか？インターネットやコンピューターなどの技術のことですが。インターネットやコンピューターですか？それは何ですか？イリーナさん、今回はご縁がなかったということで。